それはヒルクライマーというにはあまりにも大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把。それはまるで肉塊。伊達じゃない。ロングライマー変身。やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない？この不思議ちゃんが！アラキサ仮面！タマサイとか行ったか？まあまあのサイクリングロードじゃないか。だがしかしな、今日、なんで俺がこのタマサイに来たかっていうと、ここに呼び出した底辺チャリンコ YouTuber がいるんじゃないって話、マウンドルでね。時間はね、9時集合なんだけど、今9時10分いない。なんでこれまさ橋、これまさ橋、これまさ橋あそこのなんかこれまさ橋のとこに来いって言われたんだけど、いない。どこにいるんだ果たして。富士山が綺麗だな。富士山映ってるかな。富士山綺麗。全然どこにいるか分かんない。姿も形も見えねえって話。マンドリルで、あ、なんか来た。お待たせしました。お、はちみつなめだるまじゃなくて、目地山なめろうです。あ、目地山なめろうさんと、あ、はい、あと山形凛太郎です。山形凛太郎さん、よろしくお願いします。すいません、ちょっと遅れちゃって。地元なのになんで遅刻する？いや、ほら、あの学校近いやつが遅刻しがちになる、あのケースみたいな。なるほど、そういうパターンか。そういうパターンで、うん、しねえ。これちった。そして地元でバトルってことは、ね、はい、散々練習してきたってことだよね。今日はあの山形のホームです。ホームコースで俺をちぎろうとしてる？まあ、はい、卑怯すぎるんじゃない？マンドルだよね。いやいや、それじゃあ戦いに卑怯こそもないです。それじゃあ三本バトルとやら、はい、激坂三本バトルとやら、いっちゃいま、ショータイム。じゃあ違うか。違うか。じゃあ早速第一の坂にレッツゴー。なんすかそのチャリ？そのチャリなんすか？エモンダすか？いくらすか？いくら？42万すか？高級機材じゃねえすか？散財しました。散財したらやばいんじゃない？でもね、そういう価値はあるバイクなんで。そうですね。じゃあ10万円台のチャリでちぎってやんよ。いやでも独身貴族ヒロさんの動画を見る限り俺より早いような気がするんで。はい、はい、後方安全確認、よーし。あ、ほんと。あ、ロングで嫌いですか？嫌い。嫌いなんだろう。まあでもかったるいっちゃかったるいですよね。あ、兵隊が嫌いなんだ。あ、そっか、山が好きなんだもんね。終わりがある。あ、そうそう、終わりが見えるな、うん、終わりが見えて限界に挑戦できるみたいな、ね、だからやっぱ高考え方は俺と一緒ですね。最近シクロクロスも始めた。うん、そっちも、あ、やっぱ性格的なもんですね。やべ、神奈川のいいのはなんかこの自然な感じ、自然を感じられる感じ。あ、そう、山がね、山が迫ってる感じがいいですね。あ、そう、あ、富士山見える、すげえ、うん、すげえ、でかい、富士山でかっ。富士山こんなでかく見えるんだ。そうそうですね。あと、あの、この歩行者右側通行、チャリンコ左側通行ってのがやばいですね。ガタゴト。本日この新荒北画面のライバルとなる底辺チャリンコ YouTuber チャニノリの山形凛太郎氏の基本スペックは、愛機トレックエモンダ SL6 ヒルクライムバイク、40万円オーバーの高級機材、平坦とロングライドが苦手、ヒルクライムが大好物、そしてグラベルロードに最近ハマってるって話、マンドリルだよね。
コラボレーションするにあたり最新動画チェックさせてもらったんだが、シクロクロスのイベントであの有名チャリンコ YouTuber 今田今尾氏となかなかいい勝負してたんじゃないって話、マンドレルだよね。だがしかしもう一人のライバル、ネジ山なめろう、情報がなさすぎるんじゃないって話、マンドレルでね。全身黒ずくめ、マスクに覆われた顔面は秘密の塊なんじゃないって話、マンドレルでね。俺の知ってるあの人に似てるようで似てない、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。さあ一つ目の劇座がどこなの、早く連れてってよこの不思議ちゃんが。あお、踏切が閉まっちゃった、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。あ、ストレッチしないか、そうか、この激うまジェラート屋があるんだけど、うん、ちょっと時間的に無理かな。まだ空いてないっすね。全然11時スタートだ。むしろ帰り帰りはでも帰りはちょっと南行っちゃうもんね。ああ、ちょっと今回無理だ、うん、みんなと行きたいんだけどな、まだ未だにカムイドしか行ったことないんだよ。やろう、抑えて、そう、悲しい。ここですか、入り口ですか。スタート地点になります。もううるさい、カメラ回った。はい、あれ、その前に銀太郎さんさ、はい、マスクしてないよね。あ、俺仮面してるけど見て、わ仮面の下にちゃんとマスク、仮面インマスク、仮面インマスクよ、仮面インマスク。やばいやばいやばいって話もあんどりだね。え、まさかまさか、はい、マスクなしで行っちゃうつもり。ハンディキャップを、ハンディキャップ、いや、マスクして、いや、マスクあるんですよ、あるんですけど。え、ハンディ、ハンディ、俺にハンディくれてるんだから、ハンディ逆に。わかりました、じゃあ今日はちょっとマスクありで、よろしくマンドリル。じゃあちょっと地元の利を生かして俺に勝とうとしてるやつがいるんで、まず俺は下見をしないとね、本領発揮できないんで、下見、インナーローで下見行ってきます。いや、やばいんじゃない、モグサ園の激坂。はい、すいません。いや、はインナーロー。うわ、なんだこれ。25%。やだ、下見のつもりが足使っちゃったぞ。いや、なんだよ、ウォーミングアップで言ったら足使っちゃったじゃん。だからそんなわけで、モグサイン、モグサインの劇座が約ね、最高上はね、今俺下見してきたんだけど 25% だった。もう25来ました。25%、 下見したら俺足使っちゃったって話、マンドレルだね。やっちまった。やっちまったな、この何、地元の利を、地の利を生かしてやられないように俺も下見してやろうと思ったら、逆に 25% にやられた。でも俺は負けない。それで、そんなわけでね、ストラバ区間記録狙って、バトル行っちゃいま、ショータイム、モグサ園の激坂じゃない、フォー。軽いぐらいがちょうどいいよ。蜂蜜なめろういった、蜂蜜なめろういった。
体重110キロですよ。やばいんじゃない？あいつすごいっすよ。110キロで 25% 激坂やばいんじゃない？うん、死にますよ普通は。行きます。はい、行きます。行きます。さあ、今度はこの時間です。おはようございます。はい、にゃん。最大斜度 25% の区間でネジ山なめろうくんに追いつくって話、マンドリルだよね。体重110キロでこの激坂登ろうとするそのメンタル、いや強すぎなんじゃないって話、マンドリルだよね。その根性に敬礼なんじゃないって話、マンドリルだよね。リスペクトなんじゃないって話、マンドリルだよね。おい、怖い怖い怖い。さあ、ここを越えればもうすぐゴール。気になるのは後方から迫る山形凛太郎氏。さあ、勝つことができるのか。新荒木高め踏ん張るところ、そしてゴール。限界頂点ヒルクライムで脳みそに酸素が回ってない新荒木高め、ゴールがどこかも忘れちまってさらに突き進む、いややばいんじゃないって話、マンドリルでね。強靭なんじゃないって話、マンドリルでね。あれ、この景色見たことないって話、マンドリルだよね。行き過ぎちゃった。お疲れ様さ、お疲れ様さ。何園だった、何園だった。もぐさ園です。もぐさ園の激坂、はい。一番最初に走ったネジ山なめろうです。なめろうさんが何分？僕は3分20秒。3分20秒、お、なかなかやるじゃない。 25% 体重何キロ？110キロです。110キロですごい。なかなかやるじゃないって話。110キロだけでも大変だから死ぬかと思ったね。で、次登ったのが俺で、はい。途中でね、ネジ山なめろうくんをぶち抜きました。で、記録が1分52秒。すごい、なかなかやるじゃない。すごい。で、その後追走してきた、はい、私山形凛太郎さんが2分ジャスです。2分ジャス。お、ということは俺ギリギリ勝てたって話。負けたー、ね、負けたよ。チャンネル登録者数3万人は伊達じゃないって話、マンドリルだね。こっち850人だぞ。で、太陽ちゃんはねアシスタントで登ったけど途中で足つきって話、マンドリルだね。DNA。 それじゃあお疲れ様でした。次の激坂向かっていっちゃいまーショータイム。そんなわけで見事第一戦勝利って話、マンドリルだよね。そして激坂ヒルクライムのご褒美ダウンヒルの始まりって話、マンドリルだよね。下半握ってブレーキレバーに指をかけながらゆっくりダウンヒル、有料サイクリストなんじゃないって話、マンドリルだよね。そして山形凛太郎氏曰くこの先になんかね牛さんがいるらしいって話、マンドリルだよね。え、こんな街中に牛さんがいるはずないんじゃないって話、マンドリルだよね。マジで？ほら匂ってんだろ、牛糞の匂いだ。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。
どこからすんのこの匂い。え、なんかだん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 きつくなってきたんじゃないって話。マンドリルだよね。あ、すげえ。あ、すげえ。おお。あ、なんか後ろ立ち上がった。ちょっと一瞬立っていい。ここの牛さんのミルクね。モグサファームモグサファームのジェラートがね、この辺りで食べられます。でこのお店はリンタロウさんのおすすめマンドリルって話。マンドリルだよね。まだ時間が早いんで、今日はいけないんです、ね、今度連れてってって話。マンドリルでね。すごい懐いてますね。そんなわけで今日の動画楽しんでもらえたかな。楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃあ次回の動画でまた会おう。あり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 べてるち。さよならだ。新荒北仮面はクールに去るぜ。